ょっと師匠のこと見てられなくなって、あんなの翔吾がかわいそうだ。すごいと思うんだ師匠のことは。俺が同じ状況とさせたらまともに勝負に臨めるかどうか。周りを考えられなくなるぐらいのめり込むことと、周りのことをちゃんと考えていくことと、どちらがいいかなんて言い切れない。ただ周囲の人間からしてみたら自分たちのことを第一に考えてくれた方が嬉しいだろう。忘れられることほど悲しいものはないからな。離婚の理由は生活が成り立たなかったからではなく、この葛城の性分も問題だったのかもしれない。翔子は娘としてどんな目で葛城を見ていたんだろうか。まあ大事にしてるだろうけど、だそののめり込みがね半端ないんだよね。勤め先から電話かかってきた。今すぐこう言って、今日半休しか行ってなかったからな。無理しないでいいよ。じゃあ行こうか。俺は大きいね。秘書っぽい人。杉社長のご紹介でいらっしゃったと伺いましたが、社長秘書を務めております片岡真理と申します。でも杉社長のご紹介の方がいらっしゃるなんて初めてのことですわ。意外ですけど、でもそれを言ったら今度合併するんですもんね。まだ信じられないような気持ちですわ。しかしどうして合併することになったんでしょう。社長、考え直してください。もう決まったことだと言ってるだろう。なんで今わかる。この男が小田か。余計な心配しなくていい。責任は全部私が取る。早く出て行ってくれ。この話は終わりだ。ただ野じ馬か。一応相手はしてやるがな。さっさと済ませてくれ。こっちも忙しいんだ。今回の勝負で合併会社社長の座を決められるということですか。どうして将棋で決めることにしたんですか。因縁が深いからな。まあまとめて決着をつけるためだ。今度の勝負でうちの金島先生が勝てば、次も葛城より先生が強いことを認めるという。そうなれば私も予約先生でいけるという。20年前くらいから、子供？もちろん息子というのは合田の勘違いだが、今だけ賭け将棋だけを何故にし、腕はあるのよ。何のタイトルも取らない。杉もよくあんな男の面倒を見続けるもんだよ。名前も知られてないようなやつと付き合っても何の自慢にもならんと思った。金島さんは有名な方のようですね。全国に名を知られた大物だ。今日あたり茨城からこっちに出てくるという話を聞いたが、やっぱりスパイか。言っておくが、金島先生の調子は万全だぞ。鬼ヶ島も前には増して盤石になって、もう葛城に切り崩されることはないだろうな。居飛車の囲いが鬼ヶ島だ。将棋には最近興味を持ち始めたもの。よくその程度勝負に興味があるのだと言えたものだ。しかも社長室まで来てる。実際には低いんじゃないか。健吾を息子と勘違いしていた。それはおそらく合田が、まあよく知らないんじゃないかね。つまり合田は翔子の存在を知らない可能性があるから、まあ事件とはって感じではあるけどね。まあ予想ってる可能性もあるけど。ああ、さっきの杉社長の紹介と言ったな。将棋のことでも話しに来たのか。
趣味でやるのは構わんがって話ね。一存なんだ。とんでもない話だな。一体どこの世界社長をかけて決めるなんてバカな話がある。社長じゃなくなったら本当どうするつもりだ。社長という権力の恩恵を受けるのは本人だけではないという。ああ、なるほど。自分の地位をなくす心配もあると。なるほどね。ライバル会社としてこのまま競い合ってお互い先を急いだ。経営的にも将来的にも一緒にやっていった方がいいだろう。人に話すようなことじゃない。合田本人以外にも合田が勝たなければ困る人間は存在する。合田だけでなくその周囲にも目を向けた方が良さそうだな。何しても証拠の存在している人間と葛城の滞在先を知る人間を洗い出していくことが重要か。じゃあ戻るか。お、誰？おかみか。旅館だもんな。こちらに宿泊している葛城さんのことについてお聞きしたいんですが、杉城建設のものだというのがここを訪れる元主人はこんな、はい、じゃあ訪ねようか。よくいらっしゃるのはやはり杉城建設の方で、うん、若い方先導だろうか。おう、若い女性。一週間くらい前でしょうか。なんだかすごい剣幕にいらっしゃったんですよ。葛城さんの家で口論なさってる様子でしたけど、まさか。この女性の方しばらくしてから落ち込まれた様子で部屋から出て行きました。あんな可愛らしい方を泣かせるなんて。千田が、うん、どういうことだ。葛城たちに確認してみるか。うん、あんまり最初印象なかったけどな。せんだ、うん、似てるだけだよね本当に大丈夫。随分苦しそうでしたけど、ああ過ぎてやってたんだ。俺からも頼むよ翔子のこと。まっとうな金じゃなくて悪いけど俺はこれ以外で稼げねえから。重みあるな。重みめっちゃあるよ。来たんですね。かなりの筋膜で来られたそうですが、連絡くらいはって言って電話入れたんだけどよ、番号で居場所つかまれちゃって。あいつがあんな残ったとこも初めて見たよ。まあ俺が悪いんだから。あの若いのか。世話焼きなんだかどうなのか毎日のように俺の様子見に来てるよ。まあ使いっぱしに頼まれてきたら助かるけどよ。全然聞いてねえが、先代に後で確認を取った方が良さそうだな。あいつは将棋をやってきなくて不満かもしれねえが、もうあいつも25だ。普通に働いてくんなら本腰入れねえとな。
だから彼を引導を渡したんですか。あいつの時速じゃプロにまでなれそうになかったからな。ぼやぼやしてたら俺みたいになりかねねえ。まあ将棋だけでのなりわいみたいね。親近心させたくなかった。こんな家業は生きていけるなら普通に生きていくのが一番だろうよ。なんかすげえ重みあるわ。いつの間にかなんかする仕事がなくてみたいな。ああ、将棋がいなかった。最初はかたくて散々むしられて甘い肌だったんですが、いつか参りますだと言わせてやると思って散々なものを失ってきたけど、これだけははっきり見えるんだ。あいつをどう仕留めればいいか。俺他のことは分からなくても、それだけは考えれば考えるだけ道が見えてくるんだ。何言ってんだろうな。ショックこの悪い勝手なことしか言わねえで。うん、なるほどね。競技してる時が寝てる眠りのカツラギみたいな。じゃあ杉翔行こうか。お、仙田ちょうどよかった。仙田に話したいことが。この間翔子さんと会えたよ。旅館で話されていたとか、ちょっとすれ違っただけなんですか。お？なんだ？なんでこんなに早く。翔子、笠木の娘。そして翔子と直接顔を回している。千田が直接出会ったのは3日前のこと？どれくらい前だっけ？1週間ぐらい？うん。さらわれたのがだいたい3日前。翔子が旅館に行った時にさらわれた可能性はまずないだろう。仙台はあくまで情報を知っていた人間というだけに過ぎないのだろうか。うん。そこなんだよ。俺はちょっと、ただそれだけなのかどうなのか、めっちゃちょっとこう怪しい人物ではあるな。写真？なんだ？この写真は。妙な沈黙があった。息子が怒ってきたんだ。杉さんの息子さんが。千田さんよく葛城さんのとこに行かれてるようですが、葛城さんの世話役でも任されてるんですか。ああ、伊豆の方から。私がこんなことやってるので感づいたらしくてな、手伝わせてほしいと言ってきた。少しでも私たちの力になりたい。当然そうだろうな。社内でも合併の件は歓迎されているが、私が社長で亡くなる可能性であることについては不安の声も上がっている。なるほどね。あ、大田建設の連絡の窓口だったんだ。次でさえ証拠について俺覚えなのか。やはり証拠の存在して人間は限られているようだ。仙台についてはまだ気になると思ってきたな。葛城の世話役を自分から申し出てきたこと、次が内密にしてきた掛け職に感づいたこと、そして郷田建設との連絡の窓口を担当してかなり重要な役もしているということですね。単純動機が見当たらない。確かに動機がね、ちょっと不明瞭だよな。関係あんのかね。
所事務所へ。一旦金所から新宿まで。京子さんの部屋にあったレシートのお店について調べてみましたが、それが病院の売店だったんです。東三鷹病院という総合病院です。多分翔子さんはそこに通われてたと思いますが、お見舞いか。うん、いろいろあるんだね。翔子は健吾に友達と旅行に行くという話はおそらく、マジ？嘘。連絡が取れなくなることを健吾にごまかしたかったのかもしれない、時期的に考えれば連絡が取れなくなるということは、今回の誘拐事件がある。翔子は誘拐の日まで事前に把握していたとしたら、この誘拐事件は狂言である可能性がある。マジかよ。自らってこと？まあ狂言であろうがなかろうが、翔子は葛城を、まあ脅されてっていうパターンね。なるほど。では笠木さんが脅迫に応じないということは、わざと負けることできないと言っている以上、勝負の結果、実際勝負が行われるまでわからない。しかりに翔子さんが犯人だとしたら、勝負に負けろという脅迫は翔子さんがしたことになるんですよね。どうしてそんな脅迫をしたんでしょうか。勝負に負けろだなんて、それはまだわからない。ただもしかしたら単純に復讐ということかもしれない。あくまで可能性の話だろうな。脅迫の内容に関してはメリットを持つ人間が仮に他に存在することも確かだ。証拠は犯人とはまだ絞りきらない方がいいだろう。あさっての勝負まで正直時間がないが、できる限り俺たちまでだけで解決をね、まあ警察に通報する。健吾から、さっき時のマスターから連絡があったんだけど、これから店に金島さんが来るみたいなんだ。様子を知りたいって言ったところか。なるほど。病院に用があったので、翔子自身ではないのかもしれない。そうね。バーボンを。例えば、笠崎さんと会えたのかい？なんて言った脅迫のことは。負けるなんてことは約束できない。あっち側に行ってしまえる人だったんだ。真剣勝負の時に他のことを考えるなんて無理な話だと思う。まあ、のめり込むみたいなこと。まあ、だからダメだったんだ。私もケンちゃんみたいにプロ目指してたことがあるんだけど、そんな中途半端ではね。だからそこに行ける葛城さんが羨ましくはあるよ。たと人としてだ、まあ人としてダメかもしれないけど、競技に関してはものすごいと。いらっしゃい、久しぶりだね金島さん。座らないのか。まあちょっとピシッとなる緊張感。この子も結構変わったと思うんだけど、別に声は変わってねえだろ。さすがと言うべきか。知ってるのか。なきゃやらねえ。これはマジで実際どっちが勝つんだろう。
今回の事件、金島の関与があるのかわからないが、この様子を見る限りそんなことを考えるのは失礼なような気がしてくる。確かに。大田さんと長いお付き合いなんですか？地元で将棋教室だ。ああ、水戸だ。そういえば今日こっちに来られたそうですね。大田さんとはもう会われたんですか？ああ、待ち合わせ。愛人って、いやいや、不倫じゃないよ。大田さんはもう奥さんを亡くしてるから、そんなやましいものじゃ。ああ、その後恋人って言った方がいいのかな。自分の娘より年下の女だろうか。孫がいても彼女を作るんだ。わさわすればこちらです。ああ、やっぱ秘書の人か。先ほどどうもありがとうございました。よっぽど将棋が好きなんですね。大して詳しくないようだけど。しかし今の若いのは本当に将棋をやらないし、ロクにルールも知らない。まあ健吾はそういうのにちょっとのめり込みそうだったんだけど、普通の仕事してる。もしかして葛城のところのか、女だったか。しかしなんでお前葛城のガキと一緒にここに来てるんだ。それもこっちが来るの狙ってのタイミング。本当に杉のスパイじゃんじゃないの。小田さん、杉さん関係ないよ。今日のことを私が勝手に教えただけですから。どうしてわざわざ教えたんです。そんなんじゃないよ、ちょっと調べてもらってるだけで。あ、この人探偵だから。言っちゃった。道理でうさんくさい顔しやがると思ったら。で、探偵に何を調べさせるんだ。参った。参ったな。参った。どうしよう。こちらのマスターが勝負に興味あるということで、関係者の方にお話を伺い回らせていただきました。大田さんたち今回も全然教えてくれないものだから。事情を隠していて申し訳ありませんでした。まあ順調育ってるみたいですよ。例えば今日娘さんから写真が送れてきましたよね。孫？ああ、これも写真か。杉将棋です。で、この赤文字型の人間はひょっとして杉さんですか？どうしてそれを？それが杉が同じ写真を持っていた理由だ。つまりこの子の父親は月さんの息子ってこと？じゃあ娘さんは杉さんの息子と結婚したってことか。全然知らなかったよ。人に話せるようなことじゃないからな。だいたい最近まで結婚認めていなかったの。まあ子供に罪はないからな。大田さん、もしかして娘さんたちの間に子供が生まれたことが杉職員室の合併との理由なんですか？理由というかきっかけだ。ゴーダー口込みながら見てるか。もちろん会社にとっての利点があるかするんだけど、まあ杉とかと一緒にやっていく気はなかったけど、孫もできたからっていうことね。言っておくが後悔はするんじゃないぞ。合併のきっかけが孫など他人に知られたら笑い者になりかねないからな。なるほどね。その秘密主義のおかげで合併の準備を進めるのもなかなか大変ですけれど、杉職員さんに連絡一つ取るのも気を使いますわ。言わないやことになってるからね。確かに隠し主義で社長を決めることなど理解されづらいだろうからな。実際事情を知っていた高田の僕はいかにも不満ありげだった。勝負は正々堂々行うと言ったのはそのためですか？お孫さんたちのことがあるから後に遺恨を残さないようにと。でもそういう事情とはいえ、本当によく杉職建設と合併を決意しましたよね。
まあ娘と孫のことを思えばな、次の会社は親族会社だからな、今のままでは親戚付き合いのものではない。娘たち不憫な思いさせるぐらいなら杉と一緒にやっていくことぐらいはまあ耐えられるだろう。もちろん真剣で長年の一婚を精算した上での前提だが。なるほどね。経営的なメリットがあるという合併に心情的な抵抗のあった子供たちにそれは OK になって、なるほどね。子供たちは思っていることなら子供汚いっていうのは使わないと、少なくとも子供自身はそんなことしてまで価値を得ようとしないはずだ。結構いい親なんだなと思って。でも子供のためにいろいろしようとしてるし、少なくとも桂木さんとは違うか。比べちゃいけないのかもしれないけど、もし師匠が郷田さんたちみたいだったら翔かもっと。なるほど。それから終始雑談に花が咲いた。郷田は悲しみを気遣ってから夜が更ける前に悲しみと片岡とともに都金から去っていった。その後はしばらくマスターの話で盛り上がったが、健吾はどこか終わらそうだった。神宮寺さん。どうした？犯人から師匠に連絡あったらしいんだ。内容は？師匠からはまだそれしか聞かされてない。来てくれたか。もう調べさせるのはやめろだと。これ以上下手な動きを見せたら翔が無事で済むと思うなと、そう言われたよ。こっちの動きを犯人に捕まえたってことか。この脅迫は翔子ではない。俺はまず唇噛んだ。もしこれが翔子による狂言誘拐だとしても、この脅迫してきたのは翔子ではない。職業から常に警戒心を持つ意識がついてしまったから、調査中尾行や監視されている気配は感じなかった。俺は別に答えを出すのではなかった。他に犯人は存在する。そして翔子の命は犯人の手に握られている。全部見られてんな。さあ、将棋のその決着プラス犯人ですね。長年不仲だった社長同士の会社の合併を促したのは社長たちの間にできた孫の存在だった。彼らは孫たちのためにも彼の後に過去を残さないよう社長の座をかけた真剣勝負を取り合うことにする。だがその勝負には当事者以外の思惑がうごめく気配があった。俺は調査を、進めるうち、勝負の大氏である桂木を脅迫するためにさらわれた証拠にも思惑があることを感じ取る。その中、桂木のもとに新たな脅迫が届く。もう調べさせるのはやめろ。さあ、どういう結末が待っているんでしょうか。